これは私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私はいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。フリースローの練習しよう。お前ら、いつまでやってんだ。今日はもう帰れ。やっぱ、私片付けていくから、先に行っといて。もしもし。ごめん。コーチに捕まっちゃって。先歌ってて。平気平気。後で行くね。ああ、はい。はい。では、12号室をご利用ください。ドリンクバーも適当にご利用ください。いいですよ。何にしますか？了解です。2、3分でお届けします。君って、12号室で歌ってる女の子だよね。制服、高校生だよね。だよね。何勝手に入ってきてんの？ここ、スタッフルーム。スタッフしか入れないんですけど。何？食べ物でしょ？もう持って行ったけど。何？言いがかり？なんで助けてくれなかったの？電話したじゃん。もう遅いよ。さっきの写真、コーチにバレちゃった。逃げて。コーチがそっちに向かってる。隠れた天下だぞ。しないから出てこいよ。いい子だからさ。俺は何もしないから出てこいよ。いい子だからここかな。どこだ？しないから出てこいよ。いい子だからどこに隠れた？俺は何もしないから出てこいよ。警察が到着し、コーチは病院に運ばれましたが、亡くなってしまいました。私は正当防衛ということで、罪には問われませんでした。人を殺してしまった罪悪感と、あのコーチの被害者がこれ以上出ないという安堵が、同時に私の中に湧き上がった気がします。あの時の私には、あれしか方法がなかったのです。あの感覚は忘れることができません。今でもあの時のことが悪夢となって私を襲います。コーチから解放される日は来るのでしょうか。Китай.の練習しよう。ほんとだ、時間見てなかった。じゃあさっさと片付けてカラオケ行こう。私ボール拾っとくから、ミラはモップね。モップありがとう。じゃあ早く着替えてカラオケに行こう。準備できた？よし、カラオケに行こう。自転車の鍵がロッカーに忘れてきちゃったのかな。先に行ってていいよ。ありがとう。じゃあカラオケに行こう。私たちはカラオケに行き、思いっきり歌うことができました。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、楽しいひとときを送ることができました。22時になる前に私たちは家に帰りました。あの時はとても楽しかったです。あ？まだいたのか。早く帰れ。送ってあげたいところだが、俺はまだやることがあるから気をつけて帰れ。どうした？私はカメラを警察官に渡し、事情をすべて話しました。その際、友達にはメールをしておきました。警察官は親身に話を聞いてくれ、調べてくれることになりました。後日、警察から、カメラからは私の指紋しか検出されず、犯人は特定できなかったこと。学校に伝え、周辺の見回りを強化することを聞きました。友達からはあの日、何度か電話がかかってきていたのですが、出ることができず申し訳なく思っています。そのせいか、あの日から友達は元気がなく、ある日、とうとう自殺してしまいました。遺書はなく、本当の理由はわかりませんが、あの日の電話に照れていたなら、と、今でも後悔が後を絶ちません。あ？まだいたのか。なんだこれは。これは俺が預かっておこう。他のみんなは知らないな。怖がるといけないから、みんなにはくれぐれも言わないようにな。今日はもう遅いから、俺の軽トラで送ってやるよ。萌歌くん、確かまだ佐々木先生が残っていたから、佐々木先生に頼んでおくよ。君は俺が送っていくから先に乗っておいて。ああ、荷台に自転車を乗せておきなさい。はい、これが軽トラの鍵だ。すまん。待たせたね。じゃあ行こうか。あれからのことは今でも誰にも話せずにいます。私はそれから男の人が怖くて、付き合ったことのある人はいません。男性恐怖症になった障害は、様々なところに出てきていて、生きづらい人生を送っています。私のような人が一人でも減ることを切に願います。どこ行くつもりだ。車で待ってろって言っただろ。どうした？息を切らしながら話そうとする私に、落ち着いてからでいいよと、警察官が声をかけてくれたことを、あの写真を見せ、カメラのことやコーチのことをすべて洗いざらい話しました。ほどなくして、コーチは捕まりました。コーチがあんな人だったなんて。私を含め、みんながびっくりしていました。それから学校は、コーチの犠牲になった生徒のために、カウンセラーを雇いました。あの時の自分の行動には、自分でも称賛したいと思います。こんなことが、今後は起こらないといいと、常々思っています。察が到着したことがわかると、一気に体の力が抜けたようで、気がついたら病院のベッドで横たわっていました。警察が調べたところ、コーチは今までに10人以上の生徒に交換していたようで、すぐに捕まったと友達から病院で聞きました。友達はというと、あの事件がトラウマになり、男の人とすれ違うだけでビクッとしてしまうようになりました。今では時間が経ったことで良くなっているようですが、まだ恐怖が残っているようです。